ゴッドモーニング春野です。はい、今日も通話動画やっていくんですけど、その前に百女馬質問コーナー、やっぱり始まった。じゃあ百女馬質問コーナーのお時間です。いや、ニュースみたいになってるし、その滑舌じゃ無理でしょ。たった今質問が入ってきました。ビリュン、ゴチになった動画ありますか？春のアナウンサーお願いします。いや、これありますね。ほう、どんな動画でしょうか？あの、女声で女の子と通話してたんだけど、元子の声を出した時にガチで怖がられて、ガチで泣いちゃって、ガチで嫌われるっていうことがあって、ボツになったことがあります。春の日、女の子泣かせるなんて最低ですね。本当にすみませんでした。はい、ということで今日も通話動画入っていきたいと思います。コメントと高評価してくれたらめちゃめちゃ嬉しいので、よろしくお願いします。レッツゴッド。出します。あ、もしもーし。こんにちはーし。え、なんて言いました？こんにちはーし。あ、こんにちは。お願いしまーし。どうしたの？なに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 ？どうした？お、笑いすぎだろ。元気？元気になりました。え、元気じゃなかったの？元気だったけど、もっと元気になりました。あ、嬉しい。よかったっしょ。死ぬな。生きろ生きろ。何してるんですか？何してるって、ちゃんと一人で生きてますよ、心地よく。死ぬだ。無理よ。男性ですか？そりゃそうですよ、どう考えても。これ女性のパターンないだろ。これ女性の希望があるの？ちょっとだけ。ねえだろ。ちょっと笑いすぎて死んじゃいますよ、本当に。呼吸になりそうじゃん。はい、治りました。別に黙らなくていいですよ、喋りましょう。いいって、そのなんかアシカみたいになってますから。水族館じゃないですから、ここ。大丈夫か、お嬢さん。ルパンの声も出てきますか？ルパン。はい、ルパン先生。ちょっと似てない。すいません。いや、取材してんだよ、ボケ。一回でいいん、ちょっとかっこよく喋りようってこと。うん、もしもし。めっちゃ数回と思ってました。だから主がこれだよ。どうしたの、お嬢さん。もしかして一目惚れしちゃった、僕に。彼氏います。彼氏いるの？はい、俺にしとけよ。ちょっと迷う。直結で決めちゃえ。それ話してください。あ、いいっすよ。じゃあ行きましょう。はい。あ、もしもし。え、ちょっと変わりました？いや、変わってないよ。待って、変わりましたよね。いや、変わってないって。ちょっと一回言ってください、もう一回。もしもし。戻ってください。あ、もしもし。女性ですか？いや、違います。めっちゃすげーですね。ありがとう。え、なんでそんな声変えられるんですか？いや、わかんないっしょ。え、ね、男性ですか？男性だよ。本当にお願いします。僕、男性だから。え、なんでそんな、なんかそんな声出せるようになったんですか？こっちの方がみんな笑ってくれるから。ですか？みんなを笑顔にするためじゃ。大丈夫、本当に。ちょっと大丈夫じゃないかもしれない。もう一週間にしから会話、これ。犬みたいになってますから。もうフリッシュ投げましたよ。普通に戻ってください。めっちゃ可愛い。あ、可愛いですか、私。え、生き物だろうか。あ、出しますよ。あ、もう今も生き物だけど、聞きたいんでしょ。聞かせてあげましょう。あ、で告白してあげましょう。お前が好きだ。え、マジで息を出せたいんですか？え、だって出してるじゃん。もっとかっこいいやつよ。お前が好きだ。確か。なんか顔が成長。なになになんて？顔が成長する。カマオくん。え、マジで一回、マジで本当に一回でいいんで。一回でいいんで。マジでガチの意表をし。了解しよう。お前が好きだ。ちょっと古い。
古い？なんか声が古いです。声が古い、何だね、声に当たる日も古いもん。あのペットショップ行ったんですけど、この前おにょチョコレートマイクロミニ豚みたいな。誰が豚だ。いや泣かないしか、こうやってじゃ言わないしかだ。豚じゃねえしよ。頑張ってください。何頑張ってくださいって。いろ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 人生。はい、ありがとう、チーン。あ、好きなんじゃ。トモピトモピ、ありがとう、チーン。じゃあ、俺がイケボ出しとこ、見てて。じゃあ、愛してるゲームしましょう、私と。はい。俺様のイケボに耐えれるように。はい。何でしたっけ、ジョージ、ちょっと教えてください。え、知ってますよね。愛してるって言うじゃないですか。はい。で、もう一回って言うんですよね。え、愛してる、愛してる、愛してるって言ってた方が。あ、もう交互に言い合うのか。はい。理解しました。アンダースタンド。やりましょう。どっちが健康？お願いします。はい、行きますね。愛してる。いや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 。何やってんすか？めっちゃイケボくると思ってました。行きましょう、もう一回。はい。愛してる。愛してます。いや、かわいい。行きましょう。いいですよ。愛してる。愛してます。愛してる。ダメじゃん。いや、照れたでしょ今。いや、照れてないです。可愛いって思っただけ。いや、ダメでしょ。可愛いって思っちゃダメだよ。いや、持ってもいいけど、隠さないと。え、なんか、うちの声来ると思ってなかったから。え、じゃあこの声が手法でやろう。え、最終的にイケボに行くんですよね。まあ、そうだね。なんか、イケボ出せる雰囲気持ってる、イケボ出せない人みたいな。やめてください、雰囲気イケメンみたいな話の。なんか、マッシュ似合うけど、髪上げたらブシュみたいな。ちゃいましたじゃん。わかりました。うん、ちょっとやりましょう。3% 信じます。信じて。かわいい。ありがとう、ちゃん。愛してる。愛してます。愛してるよ。え、じゃあもう一回待って。何？もう一回出してください、今日。愛してるよ。え、もうそれで一生喋ってください。あ、わかりました、これでね。昨日イケボで。これうざいっしょ、結構喋り方。はい。こんにちは。こんにちは。どうしたんだい、そんなに笑って。ちょっと、面白い。何も面白くないさ。え、なんか、めっちゃアニメって感じ。アニメが好きって言ったから、声優さんみたいな感じ。え、アニメは好きじゃないです。じゃあ僕のことも好きじゃないね。性格が好きです。性格は好き？性格は好きです。ありがとう、チーン。なんで結婚したい。結婚しよう。ありがとう、チーン。めっちゃ好き、やばい。え、なんか声優じゃないイケボください。まあ普及の声は、まあこんな感じですね。あ、好きです。